ミルアカ受講生のイドウェバーですいや G リーグ勢にも届けたい、えー、海外の話を今日はしますノーミルキサトーでございます,ういます今日の授業は何でしょうねどんでた。アヤックスに問題発生 a l d ビジの今を順位表とともにお伝えしていこうおーごらんだアヤックスが良くないんですよね,今ねそうなんですよそうなんですよそ他にもいろいろ話題が、はい ありましてということで、皆さんに今のオランダを見ていただきたいなと思います。期待きたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も見てましょう。毎日やってます。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、左側に順位表が出てきますけど、こちらでございます。はい。どう。ン。た。左に順位表で、右側にたくさん文字書いてあるので、基本的には言葉で言っていきますから、あんまり画面見なくても大丈夫だよ、というところ。ちょっと待ってください。びっくりな順位にいますよ、ヤクスさんが。 まだあれあれあ,れあれえオランダ LDBG は一部ちょっと延期分が発生しているチームもあるんですけど基本的には9節まで終わっておりますなんで一番上のペース・フェーさんは、えー、9試合全部勝ちました強い,強いですよね そうなんですよ、ね、そして北海にも AZ が8勝1分けで勝ち点25、<ー>そしてフェイエノルトは7勝2分けということで、うん、あと上3チームは、だ無敗でございますまあこの3つの争いになっていく感じですね。<laughs> たださあまさにも,もうね、皆さんもう分かってらっしゃると思いますけど、はい、本当はこの上3つじゃなくて、本当は上4つじゃなきゃいけないというか。はいはいはい アヤックスがいねえんだわね上に。アヤックスがいないのよ。でずーっと下にこう見ていくと<ー>なんと十七位にアヤックスがいる。すえこんなことだってないでしょ？え歴史上初めてです。そうでしょどうしちゃったんですか？うん いや、本当にチームの皆さんとしてもなんでって、まあ分かってないみたいな状態ではあるんですけど、あの、一応ね、こう、オランダのこう色のこう解説者の皆さんからすれば、はい、いや、今年のアヤックスのメンバーはひよっこしかいねえ、みたいな発言されたりするんですよ。<laughs> 具体性に書く意見ですね、それは。本当ですよね。<laughs> うん。しかも、ただ、ちょっとまとは僕は得てないかなと思っていて、えー あの、オランダ代表の選手が一人もいないんだったら確かにそういう発言でもしょうがないかなと思うんですけど、何人かいるので。かだからね、まあ、ただ、唯一いくらけこう気になんなきゃいけないのがね、あ<ー>まずは、皆さん。やっぱ我々こう、ペースフェイ、エゼットフェイエノールと、まあそしてアヤックスもそうだけど、うん、まあ強いチームだったちじゃないですか。はい、大体のチームがやっぱりオランダなので、うん 持ってかれるんですよね、どうしても。毎年5大リーグに。あ、まあ、もうだってアヤックスから出たんで、有名選手がいるわけじゃないですか。そうなんですよ。そういうのに揉まれながらもね、やってきたわけですよね、周囲そうなんですよ。周りで。で、今回はただちょっと、ちょっと特殊だったのが、監督も変わったんですよね。そう,そうか、そうか。で、しかも監督も今までのこう歴代こうアヤックス経験者とか、もっと上位クラブ経験者じゃなくて、うん、実は、 去年、あの、斎藤幸輝選手とともに、スパルタ・ロッテルダムでやってた監督さんだった、はい、んですよ。いはいはい、はい。で、そのスパルタがすごいあの順位良かったからってので、引っこ抜いてみたんですが、<laughs> うん ちょっとあまりにフィットしなかったってことで。えー、もう監督交代でしょ<は>これ、こうだったら。実はね、まずはこの収録するちょっと前のところで本当に解任になっちゃいました。ああそりゃそうだわね。まあそりゃそうですね。うんうん、ここは仕方ないというか、選手のせいじゃないかってこう、いろんなね、その解説者の皆さんはやっぱりおっしゃられてたんですけど、まあ選手の責任だけでもなく、もちろん監督の責任もあるだろうし、うん、スタッフの責任もいろいろあると思いますが、うんうん、けどね。まあただ、ここから立て直しをしていかなきゃいけない。ごそっと選手抜かれたわけじゃないんでしょう まあ、半分ぐらいか変わったのはありましたけど、でも、例年通りな形ではあったので。えー、9位とか、とかだとわかりますけど、17位で勝ててないって、これ、すごいね。一生だけですからね。ね哀相性してるんですね、ね<え>そっか。一生に分けですからね。<ー>うん、いやいやと。盛り返せるか。うん、そうですね。まあ、しかもちょっと、今回、第9節のところの負け方がちょっと衝撃的で、ちょっと別動画でもお伝えをさせてもらったんですけど、はいはいはい あの、トレヒトと対戦だったんですよ、そもそも、うん。それでユトレヒトに負けたから順位落ちたんですけど、はい、あの、トレヒトに2点先行されて、うん、で、それもそれで問題なんだけど、はい、で、ただ、アヤックス、こう、自力を見せて、その後3点逆転したんですよ。うん、で、大体のサッカーそれで終わりじゃないですか。よかったね、で。まあまあ、そうですよね。あの、後半の15分以降でさらに2失点食らって43で負けたんですよ、ね、ガタガタですな。 そりゃもう厳しいよね、はあ。そうだ、これサポーターも怒ってるでしょ、これは。でしょうね。えー、大事件が起きている、ゆるぐ、はあ、ね、大冒険王。そうなんです、ね。はあ だっアヤックスだからこれからもちろんね、あの、いろんなものすげ替えて、あと冬の遺跡市場でも頑張って、こう、ぐんぐん上がってくると思いますけど、うん、とはいえ上位3チームとはも約20ポイントもある状態なので、あ、難しくなりましたね、これは。なかなか逆転まではもう無理かなってのは、あるかなとはちょっと思います。はい。で、まあちょっとアヤックスだけの話してもしょうがないんで、他の話していこうと思いますけどい,いや、上位ね、菅原。うん、そうなのよ。 こんながね、まそのちょうど、行きなりアンダー、ヤセのこの AZ とフェイエノルトなんですけど、うん、あのね、この両チームのストライカーがちょっと異常なんですよ。はい、AZ のギリシャの代表フォワードがいて、はい、パブリディスさんって方なんですけど、そしてもう一人、あの、矢瀬くんの場ライバルに値するフェイエノルトのセンターフォワードがヒメネスくんってのがいるんですが、この二人が9試合で13点取ってます。いやー、まあね。 うん、その値に入ってくる人は上田くもそうですけどもねもう、うん、ライジングスターばっかりですからねいやそうなんだよね行急いでますからみんな早 <laughs> よビッグクラブ行ったろっていうねこのままだとあのそれこそ今ねドイツでこう接見してるスットガルトのセールギラシだとか、うん、あとムバッペとかハーランドとかよりも彼らの方が点取っちゃいそうぐらいの領域まで来ているんですよね まあ、てことは、そういうふうになるってことは、まあ、冬の遺跡市場で、まあ、抜かれる可能性がとても高いってことにはなっちゃうんだけど。ただですね、ちょっといいのは、やっぱり AZ には、そのね、スーパーアシスタ、菅原ゆきなりってのがやっぱりいらっしゃるっね、えー。はいはいはい。えー、ゆきなりくん、なんと今シーズンはリーグ戦9試合全部に出ておりまして、うん、なんとカップ戦も含めてフル出場中です。うわ、ん、すごいね。それでで、リーグ戦最上位の4アシストを記録しております。うん、<は>元気 現状、ここまでの ALDBG の右サイドバックのまあベスト選手と言っていいんじゃないかと思います。そして、あとは綾瀬くんも実は活躍しておりまして、はい、得点数としてはまだ1なんですけど、うん、実はもうあの最初のうちはもうね、あのまだリーグにも慣れてないとか、チームにもまだ慣れてないというところがあるから、出場させながら慣らしていくなんていうコメントがあったんですよね、監督さんから。うんうん、だからまだ実はリーグ戦での先発出場は実はゼロなんですけど、 えー、出れる限りの試合、全部出てます。おお途中からってことですね。途中からですね。で、1ゴール記録していたり、チャンピオンズリーグでも、これね、あのー、チャンピオンズリーグの第3節の前に我々収録してますけど、<laughs> うん、アイセクンはアトレチコでね、もう彼のゴールと言っていいぐらいのゴールなんかも1個ありましたからね。また見せてほしいね、そうですね。なんで、やっぱこの2人は、レオエオランダの上位クラブでも一つう戦力になってるのかなというところでございます。はい。 あとはちょっと残念なのは、スパルタ・ロッテルダムの斎藤幸輝選手で、実はチームの中で最も高い評価点を受けてはいるんですが、ちょっとね、1ヶ月くらい前のリーグ戦のところでおけがしてしまって、今年か、年内の出場も厳しいという形になっております。これはしっかり直しましょう。ね、そうですね。えー、1>, 1月に復帰ということになっております。楽しみです。はい。はい、で、あとは今ちょっとすでに、えー、まあ、ライバルが台頭してきたっていうのが、NEC 内名編の、はい。 岡田輝選手、開幕すぐのところは川君が、ね、もう開幕ゴール2戦目も連発ゴールなんてことがあったんですけど、うんうん、問題なのがオランダのもうデケイベテランフォワードバスドストバスドスドト有名じゃないですか、はい、有名ですよね、はい、10年ぐらい前はボルフスブルグで、ねあのー、デブライネ選手なんかと一緒にもやってた選手ですけど彼がこの内面ヘ来ちゃったもんだから岡川君スタメン奪われました。ははは,は なんだよ。なんだよ。ね。若手を育ててくれよ。ほんとそうだよ。でもただ。気持ちが欲しいでしょうし。そうなんだよね。ただね、おかげで、新しい会が出来上がったらしくて。はい。答えですね。えワントップじゃなくて、ツートップやろうってことが、最近、エル c ーシーありがとうございます。なんで、バスドスト小川康熙という横並びということになります。すげ。え <laughs> なんかすごいですね。<ー>なんで、この二人でこれから攻撃よ、もりもっと盛り上げてやっていこうっていう感じにもなっております。うん、出てるんだね、リもうリー、そうですね、うん、大丈夫でござい佐野、はい、選手。そして、佐野選手はですね、まずちょっと特殊な状況になってて、はい、実はね、彼は開幕してから1か月くらい、はいあの、登録されてなかったんですよ。あら、なぜあのー、ビザの問題。 へえ。普通移籍のタイミングでできるもんだと思ってたんですけどだっちが悪いのこれは。チームが悪いの本人。なんでしょう。<に>なんか書類のミスとかだったのかもしれないですけど。本当ですね。だから、それでちゃんとそこから、その時だからほら、1ヶ月くらい岡山から移籍してね、うん、出られなかったもんだから、コンディションを上げるのにちょっと寄与していて、うんうん、最近はちょこちょこ出られるようになってきたから、まあ、戦力になり始めたなって感じになってます。これから注目です。はい。 そして一番下、まあ最下位ではあるんですが、19、高卒1年目にしても、一部リーグの聖書越しいいね。長田美代。いいね。いいですね。いいね。実はね。移籍しよう。まあさ、結構ね、あるかもしれなくて。もしかしたら、上半期の、ベストイレブン候補に入ってくるかもしれません、長田くん。ほう。ゴールキーパー。数字がいい。そうなんです。最下位だけど。 そうなの。攻められているから。稼げるそうなんです。はい、セーブ数もありながら、うん、セーブ率も高くて、いわゆる。うん 長田じゃない他の選手がキーパーをやっていたらもっと取られていたんじゃないか、みたいな声が上がっていて、長田美代選手の今守備範囲だとか反応の速さなんてことが今オーンダの中でもちょっと注目されているみたいです。なるほど。なんで今はね、一応あの、もともとお父さんかなかドイツ人だってのもあって、うん、今アンダーニッシュードイツ代表選択されている選手でもなるんですけど、まあ将来的には、えー、鈴木ザイオン国ボレオブライアン、並びにここに、うん、 中田美代と,と日本代入ってきてほしいなという、そんな先生なんです,す,ご、ね、す,ごすごいですね。でっかいんでしょでっかい。190近くありますからね。ま、そうだしね。うん、ね、そうですねはい、はいえ。そんな若手もたくさんいるオランダ、皆さん。なかなか日本ではちょっとね、放、え、映、ー、権がないので見られないというところがありますけども、ミラカではまたこうやってね、動画にしていきたいなと思いますので、皆さんちょっとチェックしていただけると嬉しいです。先生、これはアヤックスは広角なんてことないでしょうね、これね、はい。まあでも現状だったら現実的ではありますが、うん ただ一個一つあるのがね、まだ得失点だけ見てみると、うんはい、実は得点11失点16のマイナス5だから、僅差で破れてるんだね。そうなんです。他のチームに比べても、まあどうにか、まあね、他はもうマイナス2だけでいってるとこも多いですから。<laughs> そうですけどね。そうで、ん、孫がなんかちょっと、ある種見物ではありますよね。うんうん、そうですね。果たしてどうなっていくのか、アヤックスにちょっとご注目いただければいいんじゃないかと思う。ございます。 ということで、チャンピオンズリーグ入れるといいですね。そうですね。でも、まあ、出たとしても来年いないかもしれないですね、菅原きなりく君ね。ね冬にいない可能性ありますからね、なんならね。上がっちゃっていただきたい。なんかね、菅原はもう移籍次第から移籍で、クスがいいよとか言ってたけど、こうなるとアヤックス嫌だね。難しいんだよね。そうですよね。いや、もういっちゃいましょう。いろいろいっちゃいましょう。はい。 ということで、まとめさせていただきます。<っ>先生、ありがとうございました。まとまりました。いしたはい。ということで、いろんなテーマで見るわけ毎日やっております。チャンネル登録、高評価ボタンをぜひね、ポチッとしていただきますと、先生がですね、えー、鼻歌をハミングで歌いますので、よろしくお願いいたします。<laughs> <laughs> してもらえたらって言ってるのに。<laughs> <laughs> <laughs>